予備校ありますよね、なんか合宿とか。結構高くないですか？ ちょっとぶっちゃけていいですか？いや、てかそれもそうなんだけど、その大学名が入ってるその特殊講座みたいなものっていうのは、でも基本的には過去問とかを中心にやるわけなんですよね。過去問ですよね。武田塾チャンネル。悩んでるよね、みん悩んな。でます。いや、もう浪人生は本当このね1ヶ月終わって、その後ねちょっと自分の今進捗を確認するのと、あと、現役生はねまだ部活やってる子多いと思いますから、部活終わってから勉強始めじゃなくて、もう今から始めてほしいと思いますね。できることをね、特別って形で、その中でね、もし迷うこととかあったら、ぜひ相談してほしいと思いますので、そのね受験生の悩みに答えるこの番組は受験相談 SOS。直美先生、はい、今回の質問は何ですか？今回の質問はですね、理系総系志望浪人です、夏に予備校で合宿があるのですが、その場合背伸びして総系の英語の合宿を受けるべきですか、それともワンランク落として、マーチの英語の合宿を受けるべきですか、英語は苦手科目で河合のマークで偏差値50くらいです。なるほど。両方受けることもできるんですけど、どうしたらいいですか、回答お願いしますということです。武田塾的な考えでいうと、現時点で受けてもあんま意味ないんじゃないかって正直思いますよね。いや、マジこれ行かない方がいいと思いますね、僕は。どっちも正直っていう気がしますけどね。予備校ありますよね、なんか合宿とか。結構高くないですか？ちょっとぶっちゃけていいですか？いや、てかそれもそうなんだけど、そもそも現在の状況がこれだって日大レベルが、終わってない状況でしょ。そうですね、河合のマーク、マークで偏差値50ですからね。だから基礎をまだ積み上げてる段階だから、少なくとも行く段階では、マーチは気合い入れてやればなんとか間に合わなくはないかなとは。夏まで、そうですね、8月とかにあるのであればってことね。だけど早計はまず間に合わないかなとは思いますね、そのレベルまで到達してるっていう状況がっていう、で、早計の英語仮に取るとしても冬季講習じゃないかな、この状況であればって気がするけどね。そうですね、多分予備校の先生とかなんかもう早計のこれで秘訣が分かるみたいな感じで、ちょっと受けろって言ってくると思うんですけど、必要ないかなというか、これがね、なんか偏差値65ぐらいですみたいな感じで、もう総計レベル入ってますみたいな状況であれば、いいとは思うんですよ。というのは、その大学名が入ってるその特殊講座みたいなものっていうのは、基本的には過去問とかを中心にやるわけなんですよね。過去問ですよね、これ総計英語で過去問扱ってなかったらちょっとびっくりしますよね。ってなると、過去問に入れない状況でそれやっても、やっぱレベルがあってないってことが起こってしまうわけですよね。そうですよね、確かに。だから多分その習った内容が役に立つのって、しばらくして自分が早期レベル入ってからだから、後で自分でその教材復習しなきゃいけなくなるだけな気がするんですよね。間違いない。そしたら参考書でいいじゃんってことになっちゃうとは思うから、現状だと、やるとしたらマーチだったら間に合わせられるならありかなってぐらいかな、っていうところですね。そうですね、なので両方受けてもいいけど、両方受ける場合はもう早計行ってるぐらいじゃないときついってことですよね。でも現状であれば、マークの偏差値を考えると基礎がやっぱり、もっと上げなきゃいけないかなと思うので、こっちを重視した方がいいかなっていうふうには思うし、参考書でマーチレベルまで仕上げちゃった方がいいんじゃない、夏の間にって気がしますね。そうですね、そっちの方が早いですね。参考にしてください。今回は以上です。中森先生、あれこの背景は何ですか？ちょっとね、新企画の背景としてですね、新しく、設定したやつなんですけど、新企画、武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法っていうシリーズ、そんなシリーズができちゃったんですか？そう、今、絶賛こう動画増えてる最中なんで、ぜひね、直前期だったり、もしくはいろんな大学でどういう勉強すればいいのかなっていう知りたいね、受験生にも、ここから受験する非受験生にもおすすめな動画となってぜひ見てほしいですね。なるほど、おすすめですね、これは。ね、プラスね、参考書ごとの一冊ずつの情報とかね、勉強について、文字で、見れる逆転合格 .com というサイトがありますけど、こちらですね、最強のサイトですね。さらにですね、武田塾チャンネル、今までのこの動画ですね、いろいろ見れるように、チャンネル登録、募集しております。それがこちら、本当登録してください。はい、お願いします。で、最後で、今いろんなね、質問とか皆さんから来てるのは、実はそのコメントの方でね、来ていただいた質問を返しておりますので、コメントここから、できますのでですね、ぜひこちらから、コメントもしてみてください。